これは二十歳じゃない、作業着剥ぎ取ってもまたお線香の匂い、床に寝そべってた。一丁前に回り回る扇風機に嘆いてた。ふと会えない人を思い浮かべてた。急な矛盾が解ならせない、誰のせいってわけじゃない。色の濃い野菜ばっかり湯がいてた。鮮やかな仕草に混ざりたいのに、声があるのに、いつもどうして。